ピーカーチャンネル。さあ始まりましたピーコボチャンネル、日本一外食する旅行中中はうまいもんハンターコボです。日本はうまい、日本一周うまいものハント25軒目熊本県突入。わー、道の駅阿蘇にやってきました。今日はですね、 YouTube のアンケートで2位になりました赤牛丼を阿蘇で探しに行こうと思います。まあ、どこのお店に行くか迷っていたところ、 YouTube のコメントで今金食堂がやっぱり有名だしうまいよっていう情報をいただきまして、そこに向かっていこうと思います。途中で大観望という絶景スポットも訪れますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは道の駅からレッツゴー。ピーコは見て見て、あとこれ試食。試食？まるっと一個。半分ずつ食べます。芋と柚子があるの。柚子触っちゃった。柚子萌え？すごい。うん、どうした？めちゃくちゃ柚子。うわ。貝だね。貝？貝だね。熊本の星かわいい。めっちゃ美味しそうだよ。めっちゃ美味しそうだね。うん、しかもね、そう、高菜もね、かなり有名なんだね、熊本。すごいね、自分でやるんだ。うん、朝物語のケチャップ。なります。ホットドッグって実は大好きなんだよね。餃子ドッグ以来だね、なんか食べるのね。そうかもね。パリッとした？うまっ。やっぱ熊本ってさ、ソーセージめちゃくちゃ有名な気がするんだよね。ソーセージとかハムとかってイメージ結構強いんだけど、特に阿蘇、うんうん、すごいうまいわ。すごいうまい、うん、パンもね、めちゃくちゃもちもちしてるからね、すごい腹いっぱい。結構重いんだよね。今ここで内の巻温泉街に今金食堂さんがあるので大観望と合わせていきます。ピーコはすごいね、山々に囲まれてるね、うん、急に。どうしてもオープニングで伝えたかったけど言い忘れてしまったことがあるので、ここで訂正させてください。阿蘇山ってさ、桃鉄市はよく噴火するんだよね、あれ。だから熊本とかに物件持ってると、だいたい2年に1遍ぐらいはもう被害くらい、多い年だったらもう1年2回ぐらい噴火するから、ちょっと噴火が心配だなと思って、そのことだけを皆様に伝えたくて、ここで一つ訂正させていただきます。大変失礼しました。左手に見えますが阿蘇五岳です。阿蘇の大観望にやってきました。風が強い。今はこちらにいます。
これから行く今金食堂さんがこの内巻温泉街にあるみたいなので、赤牛丼とセットで1日ドライブコースとしてここ入れること全然大丈夫です。20分くらいかなで着くことができるので、早速あそこだけ見に行きましょう。阿蘇内巻温泉街に移動してきました。今ここ現在地あって、今金食堂さんがこちらなので、この道がね結構いい感じだったので、少し待ちぶらしながら向かってみましょう。多分さ、ここももともと観光地としてすごい栄えてたんだろうね。ファサードもそうだけど、この打ち出し方インバウンド向けなんだよね、ちょっと。でももうインバウンドなんてゼロじゃん、こんな時期。気になるよね、こういうとこね。ふざけ自裁だ、今入っちゃおう。作ってる祖母と両方、あとはじゃあレーザーっていうのが南阿蘇の蔵元。へー、米焼酎なんですか、熊本は。焼酎は米焼酎が、もちろん熊本は米焼酎を主流ですね。あ、そうなんですね。やっぱりそうなんだ。着きました、今金食堂。わかんない。赤牛くんじゃん。かわいい。営業時間は11時から15時とね、結構コンパクトですごい並ぶみたいだね、うん、日曜とか祝日は。いただきます。なんかさ、牛肉で言ったらさ、久々な気しね。ね、松阪牛とかさ、米沢牛食べたけどさ、それ以来の上品な味わいで。タレがね、甘めなんだけども、肉本来の味を楽しめる感じ。え、なにこれ、水、お吸い物、うまっ、レモン入ってる。レモンか、うん。
ミラクルだ。ミラクル。大根が入ってるんじゃない？うまっ。うまい。あ、待って待って待って。味噌、肉味噌あった。これで味また変わるんじゃないの？これをもっと広げて食べるべきでしょう。むしろ煮込み味噌だらけになっちゃうよ、これ後半。肉味噌絡めたら一気にまた味変。これ刺しでも食べれるぐらい新鮮なお肉使ってるよね。おそらく本当に軽く火を通しただけの肉の柔らかさでいったらね、ミディアムレアぐらいあるんだよ。ピーコは3回もしちゃったわ。何買ったの？たくさん。赤牛丼どうだった？いや、めちゃくちゃ美味しかったよ。じゃあねえよ。いいとこだね、阿蘇ね。熊本もコースタートです。今金食堂さん、ごちそうさまです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回ピーコボチャンネル、大人気マジでうまいラーメン熊本編をお届け。お楽しみに。いつも YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、気になる商品は概要欄から。前に向いてGo My Way、コモでした。